それではメター METAR の読み方についてあります。ここにちょうど問題がありますので、これを読んでみます。メタ RJ、 これは飛行場の番号ですね。22日17時0分ズール、世界標準時です。290度から9ノットの風、そして視程が4000メートルですね。マイナスついているので弱いシャワーレイン、ブリーズ、下を這うような疾風というか風が吹いていると。からフューというのは8分の2を覆う雲が300にあり、ブロークン、逆にほとんど覆っている8分の6以上覆っている雲が600のところにあります。そしてまた、もう1個ブロークンがありますね。ということはダブルブロークンで2000フィートまであります。そしてこれが気温が13度、露天温度、水滴が出る温度帯が12度で、Q、これは気圧993で、ビカミング8000というのは、これ視程が8000になります。4000から8000に移るということですね。ノーシグニフィカントウェザー、特に期待する天気、シャワーレインがなくなるということですね。天気がなくなると。でスカッター、点々と雲がある、8分の1もしくは2の雲しかない、これが1000フィート。そしてこの間時々、310の度から16ノットの風、そしてガスト、これ時々強い風が吹く27ノットで、リマーク、特に中期ですが、ワンストラタス、高高度の普通のこうマルチ平べったい雲のことですが、これが300にある。で、8分の5を覆うストラタスが600のところ、そして8分の7を覆う、積雲ですね、CU、キュミュラス、これが2000フィートのところにあって、アルティチュード、セッティング、気圧ですね、これが2934であると。で、問題は、現在の天気は弱い周性の雨と靄である。そうですね、周性の雨ともやブリーズが吹いてます。で、現在のシーリングは2000フィートである。現在、ブロークンが確かに2000にはありますが、その下にもう1個ブロークン、ダブルシーリングになってるんですね。で、下のやつが600でありますから、これが2000、引っ掛けですね。2000じゃなくて600ブロークン入ってますよっていう問題ですね。で、現在の視点4000メートルだが、8000まで上がることが予定されている。それはその通りですね。8000になる予定、4000から8000になる。今後2時間のうちに地理的に310度方向の風が吹く。これですね、310度から16ノットのガストそしが吹く。まあ、ビカミングですから、これは、今後1時間のうちにということで、理解してもらっていいと思います。あ、2時間のうちにか。それから、この AIMJ の813814、これはよく読んでください。結構メターは実際にも、毎回飛行するときには使いますので、これははっきりと自分で理解できるように、勉強しておいてください。お願いします。